これね。ご視聴ありがとうございます。このチャンネルでは兵庫県の北播磨というエリアから川の堤防を歩きながら出会った野鳥を紹介して季節の移り変わりをご紹介しておりますけれどもね、今日はねいつも歩いている場所とは違う場所を歩いております。昨日川愛さんが来てくれましたのでね、一応こう普段歩いている場所では冬鳥が勢ぞろいしたのではないかということでね、少しその間にねちょっと違う場所これ何言ってますでしょ、何ですかこれ。もう早速なんですけれども皆さんね、このチャンネルではねもう野鳥の識別がね、できないというか、まあ私まあ素人ですのでね、皆さんに教えていただくチャンネル、お尋ねチャンネルみたいになってるんですけど、何ですかこれ。本当に見たことがない、全くわからなかった。なんですかねこれ。こちらなんですけれどもね、ちょっとこう金黒ハシロとかではないですよね。このようにね、まあ、潜水を繰り返していたんですがね、まあ、カモの仲間もね、私は最近、いろいろ教えていただいて覚えたつもりだったんですがね、まだまだねわからない種類がたくさんいるようなんですよね。今日訪れたこの池はね、まあ、このようにマガモであるとかね、まあ、コガモもいたように思いますけれどもね、いろいろとね、まあ、野鳥もこれすいませんこれね、時々こんなやつも挟みながらやってますけどもね、これはおそらく陸地の輸送ヘリじゃなかったかなと思いますけれどもね、まあ近くに、まあ、駐屯地もある関係でね、このようにまあカモ類もね、何種類か来ていたように思いますけれどもね、今日はね、この池からちょっと歩いてね、まあ、カモ池方面小野市の、まあ、そちらの方まで結構距離はあるんですけれどもね、まあ、歩いてみようかなと思って歩いていたらね、たまたまですよ、これ別に撮影しに行ったわけではないんですけれどもね、まあこのようにね、こういった野鳥に、まあ、野鳥を撮影しているっていう感じはね正直しなかったんですけれどもね、まあこの北播磨というエリアにもね、こう飛来する場所があるということは聞いていたんですけれどもね、まあ、偶然にもこういう場所にね、まあ、出くわしました。なんというかな、どう言ったらいいんだろうね、なんか腫れ物にも触るような感じでね、特に目的がこの鳥であったというわけではないのでね、こちらは加西市のね、熱気球で時々ね、まあ、このチャンネルでも出てくるんですがね、まあ、いつも歩いている河川とはね、もう河川の幅が全く違います。ですからね、まあ、普段歩いている河川の場所がいかに野鳥に近い場所で撮影できているかというのをね今日痛感しましたね。ということでね、今日は今日またエナガがね来た急に来るよね。これ10羽ぐらいいたかと思うんですよね。ああ、飛んでいった。ない、10羽ぐらいかいたかな。あれはなんだろう。ということでね、今日はね、こんなサイズの映像ばっかり続きますんでね、皆さんね、まあ、ご了承ください。なんか野鳥撮影しに行ったかね。川を撮影に行ったんかね、わからないような映像になっているんですけれどもね、まあ普段歩いている河川はね、まあ、幅が、まあ、広いところでも100メートル未満、まあ、80メートルぐらいの河川なんですよね。ところがね、まあ、このご覧いただいている河川はね、250メーター、
おそらく広いところであればね、270メーターから80メーターぐらいねありますのでね、まあ普段歩いている河川の約3倍ぐらいの幅がある場所をね今日歩いております。そうしますとどうしてもねこのように野鳥までの距離が相当遠いのとね、歩いている場所もね結構車がねほぼメインで通るような道路になっておりますのでね、まあうかうか歩いて、いるというのがねちょっとよく注意してないと危ないというようなね、場所を歩いてみたんですけれどもね、まあ、このようにね結構カモの仲間であるとかねサギであるとかカワウというのはねかなりの数いるというのは分かりましたね。そしてこの河川の中にはねこのようにほぼ何かもう里山状態になっているねような場所もありましてね、その中にはこのようにね、まあ、シジュウカラねがいたりとか、おそらくもっと他の野鳥もね生息しているように思いますよ。ほぼ河川というよりね里山のような状態でね木が生い茂っているような状態になってますのでね、ですからこのようにねその木々の隙間から撮影するような状態に、なっております。何分ねこの場所、まあ、以前からね歩いてみたいなと思っていた場所ではあるんですけれどもね、何分初めて歩く場所ですのでね勝手がわからないというのかな。これは岡吉ガモ、ね、これは岡吉ガモであったように思いますね。さすがに広いな。これだからこれ伐採してるんだよね、このエリアね。253メートルか。ですからこの結構ね木が生えてる場所をね木を伐採して、いわゆるこれも防災上の工事だと思うんですよね。そういう工事がこの加古川流域でもね至る所で行われているようですね。これ桜やね。いやなかなか粋なことされますね。これここ桜咲いた時ここに田んぼに逆さ桜っていうのがね映る場所やったの違うかな。これねどうやって越冬するんだろうね。ヒメアカタテハは今歩いている場所はね桜包み回廊といったかな。結構ね桜のシーズンには多くの人が訪れる名所になっておりますね。まあそれほど昔からあるわけではないと思うんですが、もう最近はねもうたくさんの方が訪れる場所になっております。これはね金黒ハジロですかね。まあ楽勝なんだろうね、大判にすれば。この場所をね行ってみたかったと言いますのはね、こう桜がたくさんありますのでね、その場所にね何か野鳥を見つけることができないかなということで行ってみたわけです、まあ、最近ねいつも歩いている場所で桜の木にいろんな野鳥がやってきているのを見ておりましたのでね、まあ、こんな感じで桜のシーズンにはこのような状態になりますんでね、もう大変これねこれがね
途中で雨がね降りかけたのでね、慌ててね帰りかけてたんですよ。そうしましたらね、超原坊に出くわしましたね。カラスが来た。カラスというのは何なんでしょうね。この猛禽類にかなりこう敏感に反応しますよね。この時もね、まあ超原坊に向かっていく様子を見ることができましたけれどもね、まあ超原坊の姿をね、このようにはっきり捉えることができたのは今回初めてになります。まあ、結構美しい鳥ですよね。こうやって撮影してみるとね、まあ、何回かねおそらく超原坊であろうという鳥にはね、まあ、遭遇していたんですがね、まあ、このようにはっきりと撮影できたのは今回ラッキーだったと思います。これも河川とは全然違う場所をね歩いてましてね、と言いますのはね、これはなんか春に咲くような花がなんか咲いてますね。まあ、これはタンポポはねもう今一年中咲いてますんでね、西洋タンポポかな。この帰りをね、JR で帰ろうかなって思ってね、最寄りの駅をねちょっと探してまして、このほぼ農耕地なんですよ、この周辺はね。先ほど超原坊がいたところなどはね、ほぼ、まあ、市街地というほどでもないんですが民家に近い場所でした。民家の軒先にねこう超原坊が飛んでいたところをね、まあ、見つけたんですけれどもね、ということでね、今日はいろいろとこう出会ったことの ないだろうと思われる野鳥、ね、明らかに出会ったことのない野鳥にももう出会ったんですけれどもね、このように、今日はねこの私が歩いた近くでねハーフマラソン大会というのが行われていたそうでございます。この北播磨というのはね、まあ、高校駅伝の強豪校があったりとか、オリンピックの代表選手、まあ、長距離であるとか中距離のね、そういった選手を、まあ、女子の選手がね何人か輩出している土地柄でもありますのでね、結構そういった陸上のファンといいますか、まあ、特に高校駅伝に詳しい方などもおられますね。まあ、私もねこのハーフマラソン大会にエントリーだけしてね、結局ね走らずにね記念の T シャツだけもらって帰ったことがあるんですよね。と言いますのはね、練習しててもね5分も持たなかったんですよね。5分も走れなかったということで、でもね20キロ歩いてるからね、まあ、ハーフマラソン並みには毎日歩いてるみたいな感じなんですけれどもね、歩くのと走るのとはまた全然違いますけれどもね、また気が向いたらお越しください。本日はありがとうございました。